サムエル記下第23章。これはダビデの最後の言葉である。エッサイの子ダビデの託戦、すなわち高く上げられた人、ヤコブの神に油を注がれた人、イスラエルの良き歌人の託戦。主の霊は私によって語る。その言葉は私の舌の上にある。イスラエルの神は語られた。イスラエルの岩は私に言われた。人を正しく治める者、神を恐れて治める者は、朝の光のように、雲のない朝に輝き出る太陽のように、地に若草を芽生えさせる雨のように人に臨む。まことに我が家はそのように神と共にあるではないか。それは神がよろず備わって確かな常しえの契約を私と結ばれたからだ。どうして彼は私の救いと願いを皆成し遂げられぬことがあろうか。しかし横島な人は茨のようで手を持って取ることができないゆえ、皆共に捨てられるであろう。これに触れようとする人は鉄や槍の柄を持って武装する。彼らはことごとく火で焼かれるであろう。ダビデの勇士たちの名は次の通りである。タクモン、ビト、ヨセブ、バッセベテは他の3人のうちの長であったが、彼は一時に800人に向かって槍を振るい、それを殺した。彼の次はアホアビト、ドドルとエレアザルであって、三勇士の一人である。彼は戦おうとしてそこに集まったペリシテ人に向かって戦いを始めた。イスラエルの人々が退いたから、ダビデと共にいたが、立ってペリシテ人を撃ち、ついに手がつかれ、手が剣について離れないほどになった。その日、主は大いなる勝利を与えられた。神は彼の後に帰ってきて、ただ殺された者を行って、はぎ取るばかりであった。彼の次はハナルビト、アギの子、シャンマであった。ある時、ペリシテ人がレヒに集まった。そこに一面とベンツマンを作った事象があった。神はペリシテ人の前から見ない。彼はその辞書の中に立って、これを防ぎ、ペリシテ人を殺した。そして主は大いなる救いを与えられた。30人の長たちのうちに3人を下っていって、アギレビトのアブラムのトラナネイブ、ダビデの子リクト、時にペリシテ人の子から5体の中にジーンが増えた。その時、ダビデは溶岩流で、ペリシテ人は先人を別で広げられた。ダビデは刹那の中で、誰か別で広げられたと言われる、ヒルの身を悲しみのらせて人を表現できた。そこでその3人の勇士たちは、ペリシテ人の陣を突き取って、ベツレヘムの門の傍らにある井戸の水を汲み取ってダビデのもとに携えてきた。しかしダビデはそれを飲もうとはせず、主の前にそれを注いでいった。主よ、私は断じて飲むことをいたしません。命を懸けていった人々の血をどうして私は飲むことができましょう。こうして彼はそれを飲もうとはしなかった。三勇士はこれらのことを行った。ゼルヤの子ヨアブの兄弟アビシャイは30人の長であった。彼は300人に向かって槍を振るい、それを殺した。そして彼は3人と共に名を覚えた。彼は30人のうち最も尊ばれたもので彼らの長となった。しかし彼の3人には及ばなかった。エホヤナナの子ベナヤはカブジエル出身の勇士であって多くの手柄を立てた。彼はモアブのアリエルの二人の子を撃ち殺した。彼はまた雪の日に下っていって穴の中に獅子を撃ち殺した。彼はまた姿の麗しいエジプト人を撃ち殺した。そのエジプト人は手に槍を持っていたが、ベナヤは杖を取ってそのところに下っていき、エジプト人の手から槍を抜き取ってその槍を持って殺した。ヨホヤダの子ベナヤはこれらのことをして三勇士と共に名を挙げた。彼は30人のうちに有名であったが、他の3人には及ばなかった。ダビデは彼を自衛の長とした。30人のうちにあったのはヨアブの兄弟アサヘル、
ベツレヘム出身のドドの子エルハナ、ハロデ出身のシャンマ、ハロデ出身のエリカ、パルテビト、ペレズ、ペコア出身のイッケシノコギラ、アナトテ出身のアビエゼル、ホシャビト、メブンナイ、アホアビト、ザルナ、ネトパ出身のマハライ、ネトパ出身のバーナの子ペレブ、ベニヤミンビト、ギベアから出たリバイナのイッタ、ピラトンのベナイ、ガーシの谷出身のヒデイ、アルバテビト、アビアルゴ、バフリの出身のアズマウテ、シャルボン出身のエリヤバ、ヤセンの子たち、ヨナタ、ハラルビト、シャンマ、ハラルビト、ヒャラリの子、アヒアン、マーカ出身のアハスパイの子、エリペ・ヒメテ、リロ出身のアヒトフェルの子、エリヤバ、カルメル出身のテジロ、アルファビト、パーラ、ゾバ出身のナタルの子、イラ、ガロビト・ナイ、アンナンビト・ゼロ、ゼルヤの子、イラブの巻き誇るの、ベーロト出身のナハル、イテルビト・イラ、イテルビト・ガレブ、イテビト・ウリア、アーズト、サイギの7人である。